卒業する板野へこの人からメッセージをもらった。同期であり親友の前田敦子。前田敦子は板野友美をどう思っているのか、その本音を聞いた。でも昔から全くブレない子ですね。一直線な子だと思います。はい。でもすごい仲間思いでもあるんですよと思って、もう仲間だから友達だからっていう、熱いんですねすごい。だから周りにそういう子がいるっていうのは、だからすごい大きいのかな。何かあった時、ちょっとこう言い合いになっちゃった時とかも、なんかちゃんとごめんねっていう場所をちゃんと作って、お揃いのネックレスとかをくれて、なんかすごいすごいんです。本当に大切に思ってるからって。そして卒業する板野友美へ前田敦子からのメッセージ。私は友のソロがすごく好きだし、いつも言ってると思うんだけど、すごいファンだったから、もうこれからの友がすごく楽しみだし、ファンの人もすごいみんなそうだと思うから、すごく素敵に卒業して、今日すごく素敵に卒業して、それで明日からの友、もうずっと輝いててほしいし、一人だけどみんなそれぞれがソロになってて今、そんなみんなが頑張ってまた違うところで活躍することによって、今そうやって残ってるメンバーたちが絶対にこうさらに輝いてくれるというか、みんなでこれから頑張っていきましょう。卒業おめでとうございます。これからもよろしくね。